どうもしゅんです。こんにちは。今回のコロナウイルスの騒動を受けて、僕を含めて多くの方に良くない影響が及ぼされていると思います。今回は専門家の岡本さんに話を聞きながら、今後の就活市場がどうなるのか皆さんにお伝えできたらなっていうふうに思っております。就活市場の現状を教えていただきましょう。はい、うずうずの岡本です。よろしくお願いします。まず、既卒第二新卒フリーターの求人っていうのは今激減してます。これはですね、リーマンショックの時も同じ動きをしていたんですけれども、やはりスキルがない方の採用というのは、不景気になると会社も育てる体力がなくなるので、ぐっと求人が絞られてチャンスが減ってしまうという状況が生まれてます。新卒の方はどうなるんでしょうか。新卒の求人もですね、いろんな新卒の人材会社さんとお話することも多いんですが、こちらも減ってはいます。減ってはいるんですけれども、第二新卒や既卒と比べると下がり続けているというよりは、まだ求人が動いているっていう風な、ダメージは受けているけど採用活動は行っているよっていう会社さんが多いですね。今後の動きとしてはどのようになるのでしょうか。ダメージはかなり受けている状況です。日本の企業というのは新卒をすごく優遇する、そういった採用活動を行っているので、ゼロになることはないんですけれども、今現段階でも本当はモーナー枠か採用枠があったけれども、21卒は早めに採用従属させますねっていう風な形で募集枠がなくなったっていう、そういった企業さんもいくつかあるという風に報告を受けてます。なので例年と比べると、それこそ昨年まではすごく売り手市場がすごく進んでいたんですけれども、今年はそこから買い手市場となっているので、新卒の求人も去年と比べると大幅に少なくなるんじゃないかなという風に思います。今の状況下で21卒の学生ができることとして何があるんでしょうか。21卒の方にお伝えしたい具体的なアクションとしては大きく2つありまして、まず1つ目は内定を複数獲得するっていうところをお勧めします。これはなぜかというと、5月以降どうなるのかっていうのは正直誰にもわからない状況ではあるんですけれども、すぐに急回復するっていう可能性は少ないんじゃないかなというふうに想像しています。そうなると内定が出た会社も業績が回復せずに、ちょっと新卒受け入れるの難しいなというふうになって、内定取り消しっていうところがリーマンショックの時のように出てしまうんじゃないかなというふうに想像してます。なので一社内定を取って安心するのではなくて、複数社内定を取るということをお勧めします。2つ目の具体的な行動としては、受ける企業の幅を今の段階から広げるということをお勧めしておきます。基本的に就活生が自分の視野を広げるときっていうのは、第一志望に落ちてしまって、さあどうしよう、もうちょっと視野を広げて違う業界だったり会社の規模ちょっとちっちゃくても受けていこうかなというふうに移り変わっていくのが普通なんですけれども、売り手市場と買い手市場の違いになるんですけれども、それは売り手市場の時であれば、こうピラミッドがあったとして、上のところから目指してダメだったら下、ダメだったらその次っていう風に動いていっても、求人の数があったのでどうにか内定を取ることができたんですけれども、今買い手市場になると、このピラミッドの大きさがぐっと狭くなってる、小さくなってる、そんな状況になるんですね。なので自分が第一志望を受け終わった時に、第二志望のところに移ろうとした時に、もうその枠が埋まっちゃってる、その可能性が高くなってしまうのが買い手市場の特徴になります。なので今の現段階からシェアを広く見て、複数の選択肢から自分の内定を獲得しに、そういう動き方をすることをお勧めします。大学 1,2 年生は何をすればいいでしょうか。やはり就職につながる、自分のやりたいキャリアにつながる勉強を今のうちから始めるということをお勧めします。これはどういうことかというと、リーマンショックの時って求人が回復するのに4年かかったというふうに言われています。なので皆さんが今大学 1,2 年生の方々が就職活動するタイミングでも、今と同じように苦しい状況、就職氷河期と言われる状況が続いている可能性も十分にあります。その時に自分が行きたい方向性でチャンスをつかめる人というのは、行動を積み重ねてきた人がチャンスをつかむようになります。なので例えばエンジニアを目指すのであれば、今のうちから IT のプログラミングの勉強を始めるであったりとか、大手企業に行きたいというふうに思う方がいるのであれば、大学 1,2 年生を対象とした長期インターンに参加するというような具体的な行動を今のうちから進めておくということをお勧めします。内定をギリギリで取り消された方もいらっしゃると思うんですが、そういった方はどう対処すればいいんでしょうか。実際に弊社にもですね、3月の31日に内定を取り消されてしまったという方の登録が4月にありました。で本当にその
就活をしていた方ではなくて、企業がそのギリギリで取り消したっていうのは本当に企業が良くないんじゃないかなというふうには思うんですけれども、やはり動かないことにはブランクが長くなってしまって、ブランクが長くなると次のチャンスをつかむ可能性っていうのが低くなってしまうっていうところが非常に厳しい言い方にはなってしまうんですが現実だったりします。気持ち的にはショックを受けてるっていうふうにはすごく思うんですけれども、そのショックや悔しさっていうところをまでに前に進むための行動につなげていただければなというふうに思います。こんな状況でどんな行動できるんだよっていうふうに思う方もいるかもしれないですけれども、企業さんに調査したところ、結構今この緊急事態宣言の最中でもウェブ面接をやってくれる企業っていうのはあったりするんですよ。なのでウェブ面接であれば今のコロナが心配な状況でも受けることができると思うので、そういったしっかりウェブ面接で対応してくれるよっていう企業を中心に選考を受けていくということをお勧めします。はい、ということでこの動画が少しでも参考になったらすごく嬉しいです。僕も含めて打撃を受けている方も就活生だけに関わらずたくさんいると思うんですが、その方々のちょっとでも勇気であったりとか元気を与えられるような動画作りを僕らも頑張っていくので、よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ありがとうございました。